今回はシステムズバイオロジーとシステムズドラッグデザインということでですね、システム的な発想を持って生物を理解するということが、例えば薬であるとか新しい病気の治療方法にどのように関わるかということを、少し議論していきたいと思います。でまず最初に考えていきたいということは、その例えばそのいろいろな患者さんであるとか、まだ病気にはなってない人がいたときに、どういう人に対して、ヘルスケアであるとか医療というものをサービスを提供するかということなんですが、大きくですね、3つに分けるという見方もあるわけです。まず1つは、一番上にあるそのプレミアメディカル&ウェルネスサービスというふうに呼んでいるような、比較的お金を持っている富裕層であるとかですね、そういう層に対する非常に個別化された医療のサービスということが考えられます。でもう一つはですね、この中間の部分なんですが、これがいわゆる一般的な人々に対して、例えば日本であるならば健康保険の普通のシステムで対応していくということで、要するにどれだけの質をですね、高い質の高い医療をどれだけコストをちゃんとコントロールした上で提供するかということが非常にポイントとなってきます。でさらに、ここの部分はもう人道的な医療サポートというところで、例えば途上国であるとか、貧困層に対して、どういう医療を提供していくかという、もう本当にコストとですね、医療に対するアクセス、薬に対するアクセスというところが問題になってくると、こういう2つの、2つの方向、1つはそのパーソナライズするという方向、もう1つはコストをどれだけ下げるかという方向に分けられると思います。ただしですね、ここで、今日お話ししたいのは、実はパーソナリゼーションも無限にコストがかけられるわけではなくって、パーソナリゼーションが進むに従ってどんどんコストの問題が重要になってくるということをお話ししたいと思います。それと同時に、そのコストを下げて効率的に薬を作っていく、または医療の戦略を練るということがどういうふうに成し遂げられるかということに関して少し議論したいと思います。ギフティニブという薬があります。これはアストラゼネカという会社からイレサという名前で売られている薬でですね、日本で非常に早くですね、承認された薬です。でこれは、ノンスモールセルランキャンサーという肺がんの一種の患者さんに、非常に効果がある薬です。特定のですね、突然変異を持っているタイプの患者さんに関しては、75% ぐらいの確率ですね、非常に効いてくるわけですね。それと同時に、このタイプの突然変異を持っている患者さんというのは、日本の患者さんでは 25% の患者さんがこの変異を持っています。ただしですね、アメリカではこのタイプの変異を持っている患者は 2% しかいないんです。ですからアメリカではこれは承認されていません。でそういう意味では、この 25% の患者さんにとっては、その 75% のですね、応答率ということで非常に効果があるのですが、ただし問題もありまして、 5.8% の日本の患者さんに関しては、この薬によって非常に重篤な間質性肺炎という、肺炎を起こしてしまう副作用も持っていることが分かってきまして、その肺炎 その死亡率が 50% というかなり大きな、副作用を持っていることが分かりました。でこれ実際問題、これは承認されて作られて、そういう間質肺炎でお亡くなりになられた方がやっぱ出たりということで、国とアストラゼネカは訴訟を受けたわけですが、それは無罪ということでですね、被告側の方が勝訴になったんですが、ただしですね、この時はまだこのことがよく分かっていなかったです。ただ今これはもう、どういう突然変異の患者さんに聞いて、どういう突然変異の患者さんに副作用リスクが高いということがもう分かりました。で今この段階で、そういう遺伝子の検査をしないで投与するということは、もうほぼ犯罪に近いような行為になるわけですね。でこれも何が、それは非常にいいことではあるんですが、問題は、この薬を使う患者さんの集団というのは、ノンスモールセルランキャンサーというタイプの、肺がんの 25% になってしまうわけですね。つまり、今までそういうことを考えないで、処方していた患者さんに、このタイプの肺がんでは皆さんに処方するということで、いけたかもしれませんけど、今そのうちの 25% だけにしか処方するということが、許されなくなってきました。つまりそのマーケットというのはすごく、製薬会社の方から見たらちっちゃくなったということなんですね。でこれ実はこれが特殊なことではなくて、例えばこれはその同じそのノンスモールセルランキャンサーという肺がんの
チェックをしたときにどういう突然変異があるかという分布なんですが、まあ、例えば EGFR という、ミューテーションの場合は 10% から 40% の患者さんにだけいくつかのタイプのミューテーションがあると、 ALK は 3.7%、 MET が 11% とか、こういうふうに、患者さん全体の中からごく一部だけに、特殊なミューテーションがあって、その薬の場合はそのミューテーションがある、突然変異がある患者さんだけに効くということがあります。ですから、大きい肺がん、がんの場合は日本人の死亡率 その半分ががんで死ぬわけですけど、実際に一般的にがんで使えるという薬ができるわけではなくって、そのがんといった時にものすごく多様な突然変異があって、各々の薬はその部分の一部の人にしか効かないということが実際今起きていることなわけですね。そうなると、本当にこういう一部の患者さんに効くような薬を効率的に作っていかないと合わない、経済的に合わないということに、まあ、なってきます。でこれは例えばその肺がんとかなんかの場合なんですが、例えば個人の遺伝子検査ということもどんどんできるようになってきました。でこれ例えばアメリカのベンチャーで 23andMe というですね、個人向けの遺伝子検査の会社があります。これだいたい今ですね99ドルで遺伝子検査をやってくれるわけですね。で実際これ申し込むとこういうパッケージが送られてきて、でパッケージを開けると、まあこういうですねキットがあって、ここに唾液をこう入れます。唾液を 3cc ぐらい入れて送ると、3週間ぐらいすると、メールが来てですね、遺伝子検査の結果というものが送られてきます。これ実際、私やってみました。で、やってみると例えばですね、どういう病気に対して普通の人よりもリスクが高くって、何に対してリスクが低いかということがこう出てきます。あと、まあ、いろんな特徴ですよね。アルコールを飲んだ時に顔が赤くなるかっていうのは、これ別にやらなくたって分かるんですけど、遺伝子的にもやっぱりそういう赤くなるということが、まあ、分かるであるとか、あと薬はどういう薬に対して副作用があったり、また効いたり効かなかったりするということも知られている知識の中で分かってきます。で例えばこの病気のリスクで、私はですね予想外に、冠動脈系のリスクが普通の人よりもちょっと高いということが、まあ、分かってきたわけですね。これは想像していなかったんですが、他はですねほぼリスクはそんなに変わらないというのが分かります。そうするとどういうことに注意すればいいかというのが、まあ、分かってきます。これは、何のリスクが少ないかというので、糖尿病リスクは普通よりも低いということが分かってきて、これは非常にいいことですね。それ以外もいろいろなリスクが、まあ、普通の人よりも低い病気が多いということが分かってきました。気になるのは例えば先ほどの冠動脈系の疾患のリスクなんですが、これ実はその遺伝子がどういう遺伝子がある問題かというのがもう全部検査の結果出てますから、私の場合はこの LPA という遺伝子の、まあ、いわゆる多型というかですね、その、まあ、バラエティがありますから、私が持っているバラエティが、まあ、少しリスクを上げるという、まあ、形のものを私が持っているということで、じゃあこれを中心に考えながら、まあ、健康管理をしていけばいいということが分かってくるわけですね。あと例えばその長寿かどうかっていうのは、私は非常に幸運な時にことにですね長寿であるという遺伝子を持っているということが分かりましたから、まあ頑張って仕事したいと思うわけですけど、まあ、こういうことは個人で分かってきました。で、こういうことを入れながらヘルスケアであるとか、治療をしていくということが今できるようになってきたわけですね。それと同時にそれを実際に実行に移すにはここでお金がかかってくる。でも個別化するから無限でもかけられないということになっていきます。それと同時に今度は一番下を見てみると、まあ、医療を受けられない薬が手に届かないということはもう世の中たくさんあるわけです。例えば、結核を見てみると中国インドでおのおの1年間で100万人ずつ新しい結核患者が出てきているわけですね。全然なくなりません。もっとひどいのは結核と HIV ですねの両方とも感染すると、まあ非常に早く病気が進行して非常に高い死亡率を持っているということも知られています。でところがですね、結核の薬というのは1950年代60年代に作られていて、その後作られていません。というのは、その患者さんというのが最も世界でもその貧困層に蔓延しているがために、薬を作っても売るということが現実問題にできないので、回収できないということで、民間製薬企業は結核の薬ということをプロジェクトは回収投資しても回収できないということで作っていません。ですので、もう50年前60年前の薬を未だに作っていて、それは必ずしもですね、
いい薬とは言えないわけですね。副作用も多い薬があります。でこういう問題も一方に、あります。これも非常にコストを下げて薬を開発するということができれば、そういうイノベーションで何百万人の人々を救うことができるということもあります。じゃあ、どうやって、コストを下げて合理的に、薬を作っていくかということを考えなきゃいけないと。でこれを、非常に生物学のシステムとして論理的に理論的にしっかりやっていくということが一つ事情じゃないかなと思います。今製薬会社やってることは非常に大規模なスクリーニングシステムでお金をかけて、探していく、ある意味のこう宝探し的なことをやってるんですが、そうではなくってもっと合理的なやり方ができるんじゃないか。でその中でいくつかのやり方がありますが、私が考えている一つのやり方は、その生物が持つ本質的なそのロバストネスという特徴をちゃんと理解することによって、そこからもっと効率的な治療の方法、薬を作る方法というのができるのではないかなと考えています。でロバストネスというのは、そのシステムがその機能をですね、いろいろな外乱と内乱があったにしても維持するという、こういう能力のことを、あります。いろいろな細かい定義は、ありますが、これは今回はそこまで、深いことは触らないで考えています。例えばですね、一つの例は、我々自身の体がロバストであると同時にですね、病気がロバストになってしまってなかなか治らないということがあるんですね。でこの一つの例はがんです。でがんは非常に治りにくいということが、分かっていると、直感的に分かると思いますが、これはなぜかというと、がんというものがシステムとして非常にロバストなシステムになっているからです。例えば代表的に3つの、そのロバストネス のメカニズムを見てみますと、例えば細胞の中でいろいろなフィードバックコントロールが効いているがために、薬を取ってもその薬の効果を半減するようなシステムが働いてしまう。また次にですね、ミューテーションが非常に多様であるということがあります。この次のスライドを見ていただくと分かるんですが、これは例えばスウェーデンの研究者の研究で、がんをですね、固形がんを取って手術で取ってきたものをこうスライスしてみて、三次元的にどういう突然変異です、ね、染色体異常が分布しているかというのを、見た図なんですね。そうすると例えばここで一つのタイプの染色体異常がある、違うタイプの染色体異常がある、また別のタイプがあるという、こういうふうにモザイク状に染色体異常が混在しているということが分かります。ということは、ある薬がある特定の染色体異常の持っているがん細胞に効果があったとしても、違うがん細胞、違う染色体異常を持っているがん細胞にとっては効かない可能性は、十分あり得るわけですね。ですので例えば、がんの大きさが少なくなったと、抗がん剤が少なくなったといったとしてもですね、もしかしたらその一部にしか効いていないということも、あり得るかもしれません。ですので、こういう多様性というものが、そのがんというものがシステムとして非常にロバストであるという、一つの理由にもなっているわけです。さらにこのロバストシステムというのはですね、こういうふうに考えていくと、ちょっとどうにも手が出せないんじゃないかという感じもありますが、必ずしもそうでもないです。というのは、全てに対してロバストなシステムというのは、理論的に作ることができないというのが、私の仮説でありますし、こういう制御理論であるとかシステムエンジニアリングをやっている人の一致した意見です。でロバストなシステムをある一定の上乱に対してロバストなシステムを作ろうとすると、どっか別のところで非常に脆弱性が高くなる、または全体としてのパフォーマンスが悪くなるか、かなり相当大きなリソースを投入しなければシステムを構築することができないという、こういうトレードオフの中にあると。これは生物もそれから外れることはないんじゃないかなというふうに考えています。例えば制御システム、例えばアンプであるとか、エレクトロニクスの制御システムでロバストネスを改善するシステムの一つは、そのネガティブフィードバックというのをかけるというのが、当然あるわけですね。で、ボーデセルムというこの定義として一つあるのは、ある、場所でそのロバストネスを上昇する、またセンシティビティを下げていくということなんです。そのトレードオフが別の領域にこう関わってきて、トータルとしてはこれは維持されるという、保存されるということが、これは定理として知られています。例えばオーディオのアンプとかを使ってフィードバックループをかけていくと、過調帯域での安定性は非常に上がってくるんですが、高い周波数ですよね、過調帯域外の上の段階ところで非常にセンシティビティが大きくなってきますので、ここで非常に不安定な動作をするということが、よく知られているわけです。だからこういうシステムとしての制約を、どうやって使っていくかというのが重要だというふうに考えています。で実際これ例えば光学システムでは成り立つけど、生物で本当に成り立つかということが、よく疑問で呈されるわけなんですが、これ古い研究なんですが、1972年に行われている研究で非常に面白い研究があります。これは、
いろいろながん細胞を、取ってきて、それを、培養できるようにして、そのがん細胞に対して、いろんな抗がん剤をかけていくわけですね。そうすると、最初のうちは、効いてくるんですが、だんだんそれを耐性を持ってきます。であるがん細胞が、例えば A という薬に耐性を持ったときに、それ以外の薬に対しても耐性を持つのか、耐性を持った後にはそれ以外の薬に対してより脆弱になるか、先ほどのトレードオフということが発生するかどうかというのを非常にシステマティックに研究しました。でこの研究者は40種類ぐらいの薬に対して研究しているんですが、ここその10個だけをこう抜き出して見てみますと、こういうマトリックスになります。例えばこの細胞はですね、5番の抗がん剤に対して、耐性を有するようになったわけですね。その時にではその他の薬に対して耐性を持たない前に比べて、耐性を持った時にですね、他の薬に対しても耐性を持つのか、他の薬に対してはより脆弱になってくるのかを見たわけですね。そうするとこの細胞はですね、5番に対して耐性を持つと、1番2番6、8、9、10番の薬に対してはより脆弱性を持つと、つまりそういう薬に対してはがもっと効くようになると、7番に対しては5番と同じように耐性をやはり持つようになったという、それをクロスレジスタントと言いますが、こういうことが分かってきたわけで、これはもうこの細胞だけじゃなくって、いろいろな実験を重ねると必ずこういう現象は普遍的に出てきます。ですので、ある抗がん剤を使った時にがん細胞がそれに対して耐性を持った時にもう抗がん剤に効かないわけではなくって、実は違うタイプの抗がん剤に対しては先ほどのトレードオフが働いて、耐性を持たなくなる、またはその非常によく効くようになる、より効くようになるという可能性もあるわけです。こういうシステムとしての内在的な制約条件がありますから、これをうまく使っていくということが、一つ重要なポイントになってくるというふうに考えます。それと同時にがんというのは、進化するシステムなんですね。それは体内にあっても進化するし、培養状態であっても進化していきます。これ少しちょっと複雑な図なんですが、例えば、がんがですね、2つの種類の細胞で、最初構成されていたとします。突然変異の種類が大きく2つのサブタイプに分かれたと。でしばらくするとその環境中にどんどん適応してきますから、環境があまり変化がない場合には、例えば B の方が優勢であるならば B がずっと増えてきて、さらに C という突然変異が新しく現れて、これがもっとですね、その環境に適応するならば C がどんどん増えてくるわけですよね。ですからこのサブタイプの割合がどんどん変わっていきます。で A があまりこう優位でなければ、 A はしばらくすると集団から消えていって、今度は新しいのが D が出てきてというふうになって、ずっとこうその集団の中での突然変異の持っているサブタイプの割合が変化していくということがあります。で体内ですと、いろいろな変動もありますけど、例えば培養している状態で変動があまりないので、これがもう顕著に現れるという可能性があります。でそうするとこの集団としては、例えばある特殊な選択、やつですね、要するに条件の場合には、その条件だけに合うようなものが、どんどん成長してくるわけです。そこでもしそれが大きく変動させた場合には、それがもう一網打尽にということも、あり得るわけです。これはその集団遺伝学の理論、ロバストネスの理論と、さらに、ここの図はですね、これはどうやってそのリスクを計算するかというのは、細かいことは今日は話は入りませんが、マコビッツという人の、ポートフォリオ選択の、投資のですね、理論、それを組み合わせた集団遺伝学とロバストネスと、ポートフォリオ選択の理論を組み合わせた、理論で、かなりのことが説明できるんじゃないかなというふうに考えています。で、こういう理論的な、研究が、我々は行ってきたわけですが、さらにですね、その遺伝子の異常というのがどういうところに病気に影響しているかというのを見てみたいと思います。これは私の友人 のハーバードで教授をやっているところの人の研究室の論文なんですが、いろんな病気がですね、その原因となる遺伝子の数っていうのは、一つの遺伝子が関わっているというものもありますし、30個40個の遺伝子の、変化が関わっている、寄与しているという病気も、あります。で多くの場合は一つではなくって複数の遺伝子の変化ですね、型がですね、関わってきています。でそれと同時に、細胞の中のタンパク質の相互作用がありますから、この相互作用をずっと見ていったときにどういう特徴があるのかと、東京医科歯科大学の研究室と共同研究でやった論文からの図なんですが、これが人のタンパク質相互作用の図です。非常に特徴的な構造をしています。それはどういうことかというと、
まあ、ここら辺に並んでいるタンパク質っていうのはたくさんの相手と相互作用しているやつです。これが中密にお互いに、相互作用しています。それと同時に極めて多くのタンパク質を従えているものがこれにずっと並んでいるんですね。でこの下にあまり相互作用しないんだけど、大きなハブと言われるタンパク質のところと、密に相互作用しているものが並ぶというこういう三層構造のネットワークだということが、分かってきたわけです。非常に面白いことに、このタンパク質の相互作用の構造というのは数学的にインターネットのルーターレベルでのトポロジーと同じだということが、分かってきました。コンピューターのネットワークと同じだというその一つの比喩として言われることは、多いわけですが、この数学的にそれが等価であるということを、示した研究としては多分これが初めてだと思いますが、それが等価だということは分かりました。でこれが例えばアメリカのルーターレベルのトポロジーになるわけですが、じゃあこれは一体何を意味しているかですね。インターネットのトポロジーというのは非常によく調べられている、ネットワークなんですね。例えばこれが、インターネットのルータートポロジーを想定してそれがいろいろなですねダメージを受けたときにどういう特徴を持つかということを調べたわけですが、基本的にあのトポロジーというのは最大の数のユーザーに対して最大の帯域幅を保証するのに理論値に非常に近いトポロジーになっているということが分かってきます。それと同時に、ランダムにいろいろなものが壊れたとき、ルーターが壊れたときに非常にロバストになる、つまりその性能があまり落ちないネットワークだということが分かってきました。でインターネットルーターのトポロジーがそういう特徴を持っていて、しかも人の、生物のタンパク質の相互作用が似たような特徴を持っているということは、やっぱりその特徴が我々の体の中のネットワークにも、あり得るということを推定することは可能だと思います。でそれがどういうことかというと、タンパク質や遺伝子の異常が非常に効率的にいろいろなシステム全体に行き渡る、変化が行き渡る、それと同時に単発でですね、それが壊れた損傷を受けたとしても、それほど全体としては大きな異常を起こすわけではないと、場所によっては、そういう問題が発生しないこともあるということですね。次にですね、このネットワークのところでどこの部分が薬になりうるか、薬のターゲットになりうるかというと、もう非常に決まっていて、この中間層のいわゆるですね、バックボーンを支える部分のネットワークのところが薬になりやすいということが、この研究から、分かってきました。でさらに、ここのランクを見てみると、いわゆるロングテール分布という、少ない数のタンパク質で非常にいろんな相互作用が多いところと、かなり多くの数で、相互作用がそれほど多くないものがこう混在するというネットワークだという統計的なことが分かりました。でこれらから言えることは、どうもタンパク質のターゲットにして薬を作るときに、必ずしも一つのターゲットだけを狙っていて、うまく効くようなものができるかどうかというのが、確かではないというかですね、最近分かっている人が必ずそれではうまくいかないケースが増えてきているわけですね。その単発で一つのところを狙ってですね、できるようなものというのは大体もうできてきているということもあるんだと思います。でこれはアメリカでボストンに、あった、今買収されてしまって亡くなったんですが、5年間ぐらいですね、極めてその複合的な薬を作るということに特化していたベンチャーの研究成果なんですが、ここの会社はですね、1200個の薬を2つのコンビネーションで想定していないようなシナジーがあるような組み合わせがあるかということをですね、力任せに全部スクリーニングしてチェックしたんですね。そうするとこの赤とかパープルのところがシナジーが出ているところだというのが分かってきて、いろんな組み合わせを彼らは発見しました。でその中で例えば面白いのは、このクロプロマジンとペンタミジンという薬の組み合わせです。これどちらも抗がん剤ではありません。ですので単発ではがんの抑制効果というのは出ないわけですね。がん細胞抑制効果は出ません。 ですのでこの、グリーンとこのブルーのところというのは、クロプロマジンペンタミジン単体で、がん細胞を培養しているがん細胞に投与して、がん細胞の増殖が遅れるかどうか、少なくなるかどうかというのを見ているわけですが、これはもう全然効果がないのがあります。ところがですね、組み合わせるとですね、実は非常に強くがん細胞を抑制することがあるということが分かってきたわけです。でこれ、ここの黒がですね、パキソールという、かなりよく使われている抗がん剤なんですね。それと同じぐらいの抑制効果が、この細胞に対してはあるということが、分かってきたわけです。これ非常に面白いことで、なぜかというとどちらも単剤では効果がないのに一緒に使った時だけ効果があるという、そういうシナジーで
効果があるということが分かったということが一つですね。でもう一つはですね、経済的に非常にこれはインパクトがあるわけです。タキソールという薬は実は非常に高い薬で、日本の国内価格が 100mg でだいたい4万円ぐらいするわけですね。ところが、クロプロマイジンとペンタミジンというのは、コントミンという名前で言われています。クロプロマイジンが 100mg 9.2 円ですね。ベナンバックス 100mg 2800円です。でこれの組み合わせで、タキソールに近い効き方をするということは、薬の実際のコストが10分の1に落ちるということが考えられるわけです。でもちろん先ほどのベンチャーはこの組み合わせにさらに改良を加えることでこっちの値段で売るというのは、彼らのビジネスの目標ではあるわけですが、例えばこれをですね、アフリカであるとかですね、アジアでなかなか、このタキソールであるとか最新の抗がん剤にお金が払えないという状況のところで、こういう組み合わせで、しかも既存薬で、安い薬の組み合わせで非常に効くという組み合わせが分かって、しかもこれがパブリックなですね、オープンなノリジ知識になったときに、すでにこういう組み合わせも分かっているわけですから、そのときに、お医者さんがそれを組み合わせる、またはそれを安く組み合わせてパッケージングするという、医療上のビジネスというのは、成り立つわけです。でさらにそのコストだけではなくて、さらに新しい薬の効果ということも、より効果的な薬を作るということもあり得るわけですね。実際アメリカのですね、 NIH であるとか FDA であるとか、そういう国のですね、がんの薬の研究をしているところというのは、最近非常に熱心に、複数の薬を組み合わせることによって、より良い抗がん剤を作っていく、がん治療を行うという研究を、たくさんしています。例えばこれマウスでのもちろん実験になるんですが、何もしないときに腫瘍はどんどん大きくなります。で、ある一つの薬をですね、使うとき、ラパマイシンだけを使ったときはちょっと効果があるんですが、やっぱり効果なくなると。もう一つはシクルフォスファミドを使った場合にはある程度抑制するんだけど、やっぱここで、抗がん剤に対する耐性ができてきて効かなくなると。でところがこう組み合わせると、これは完全に抑制することができるという、こういう結果も、できてきていて、非常に期待が集まっている。でこれをどうやってシステマティックに、見つけていくかというところが、これからの、研究の非常に重要なポイントになっていきます。で、我々の研究としては、これをより理論的に効率的に発見するということで、ディファレンシャルロバストネススクリーニングという方法を使いながら、研究をしています。例えば今まで その抗がん剤のターゲットの見つかったというのは、例えばがん細胞では発現している遺伝子があると、でそれを抑えればいいでないかという、そういう考え方もあったんです。全てがそういう考え方であるわけではないんですが、そういうことを見ていたんですが、実は先ほど言ったロバストネスですね、がん細胞ではその遺伝子なりタンパク質の発現レベルはあんまり変動すると持たないと。だけど普通の正常細胞ではその幅が、随分広く取れるというような、そのロバストネスの差分が大きいようなターゲットを見つけることによって、そこにできるだけ低い容量の薬を投入して発見、薬を作るという、そのアプローチができるのではないかということで研究を進めています。例えばここで我々が概念実験としてやっているのは、G 投法という方法を、今岡山大学にいる森谷さんであるとか CSL で研究している吉田さんが開発をしました。でこれは遺伝子の発現の上限値を非常に大規模に、しかも定量的に決める方法ができるわけですね。そうするとこの方法を使いまして、例えば細胞周期、細胞がですね、分裂していくその周期に関わる遺伝子を見たときに、どのくらい過剰発現しても細胞が分裂し続けるかというと、例えばこういうですね、非常になだらか大きな差がある分布になります。でこちら辺にある CDC14 とか MCM1 という遺伝子はですね、過剰発現があまりできないんですね。ちょっと過剰発現すると細胞は増殖をすることができなくなります。こちらはですね、非常に変動しても大丈夫です。でこのようにそのセンシティビティの違いというものがありますから、これをシステマティックに探していくということができます。例えばこれがワイルドタイプという正常型の酵母で、どこが非常にセンシティブか、赤がセンシティブなところなんですね。で、今度は CDH1 という一つの遺伝子だけ突然変異が起きているものを比べたときに、ここがセンシティブでここがセンシティブというところが、正常型でセンシティブであったところが実はセンシティブでなくなっています。でもしこういうことが見つかるのであるならば、このタイプの細胞だけの増殖を止めるということになれば、ここの部分をターゲットにしていけばいいわけですね。ここのところが変動が少しでもあると増殖できなくなりますけど、正常型ではかなり変動しても増殖を継続することは可能になりますから、ある意味で正常型に対する毒性が少ないと
ということになります。でこういう差分をですねどんどん見つけていくということが、新しい薬の開発につながる一つの方法、これだけでは十分かどうか分かりませんが、で我々これをですね GTO6000 という形で、ゲノムワイドに、このシステムを作ることに成功して、まあ、これどんどん今データが出ていってですね、この解析をすることで新しいターゲットが見つかることを期待しているわけです。でさらにそういう実験データが出てくると、データだけではなくて、計算機を使ったいろいろなその実証実験であるとか解析も行うことができます。例えばF1 の車体を計算す設計するときに、まあ、コンピューテーショナルフルイドダイナミクスということでですね、流体の力学の計算をして、さらにウィンドトンネル行ってテストコース行ってレース行くような、まあ、こういうプロセスがあるようにですね、計算機でシミュレーションができることが非常に重要になってくると思います。でその一つの方法、例えばディープキュレーションという私我々が呼んでいるやり方で、もう徹底的に論文をまたデータベースを見て、非常に細かく詳細な、分子間相互作用のデータベースマップを作ると、これが、例えばがんに関わっている EGF リセプターのカスケードですし、トゥールラックリセプターですね、免疫系のシグナルを全部を書いているものですし、これが mTOL というそのシグナルカスケードですね、こういうことが、こういうものがです、緻密に書く技術というのを我々は作り上げました。非常にですね、ディテールのところまで書いていきます。で、そのためのソフトウェアとして、これは SBI の方でやっているのはセルデザイナーというものが作られ、パヤオというそれをコミュニティでシェアしたりプロジェクトシェアしたりするソフトウェアが、まあ、できてきました。で、さらにこれを使って、緻密なマップを作ってデータを取りますね。そのリン酸化のカスケードのデータであるとか遺伝子の発現データを取って、そのデータを使って、その大きな相互作用の中のどこの部分が一番重要かというのを決めて、さらにそれを詳細に、研究していくというこういうアプローチで、さらにこの中が一番重要であるとかですね、こういう絞り込みが効率的にできます。で実験結果に対して、シミュレーションがそれにちゃんと合うということが、まあ、できる技術というのも、まあ、作られてきました。でさらにこれだけ詳細になっていくと、まあ、非常に抽象的なものに対して、詳細は実は抽象的にはこんな簡単に書いてますけど、実はこういうふうに細かいですね、プロセスがあるので、例えば薬のターゲットをするときに、例えばこの場合 AKT というものをターゲットにすればいいというふうに漠然と議論するのではなくって、そのどこの部分の相互作用をターゲットにするのかということまで、細かく決めることができるという知識ベースが作られるということになっていきます。で、まあまあ、これを使ってですね、やるわけですが、まあ、どうやってその非常に精度の高いシミュレーションをするかということも一つの、まあ、ポイントに、まあ、なっていきます。でそれで我々が、行っているプロジェクトの、まあ、がんのプロジェクトもありますし、それと同時に、全身の代謝循環と心臓循環器系のプロジェクトというのものがあります。全身の代謝循環 と、心臓のモデルを作って、精密なモデルを作って、薬剤誘導性の不整脈をどのように予測するか、または抗がん剤を使った時の、心臓のに対する負担をどれだけ、下げられるか、それを心不全をどれだけうまく予測できるかというプロジェクトです。例えばある薬を投与して、その投与パターンから全身の代謝循環のモデルがありますので、心臓の細胞にはどのくらいの濃度で到達するかというかの予測が、まあ、できてきます。それからこの心臓の、細胞の中の相互作用というものを薬剤の影響でどういうふうにそれが変わってくるかという計算ができ、それから、細胞のモデルでここでどのような、まあ、電気整理が行われるか、どういうふうなイオンチャンネルマグ電位の変化があるか、そして、心臓全体ではどのようにそれが影響するかということをシミュレーションするというプロジェクトで、そういうね、シミュレーションとしては、まあ、3つのレイヤーに、まあ、分かれたいくつかのソフトウェアが組み合わさったものに、なっていきます。これが例えばそのシミュレーションの結果なんですが、心臓全体での電気整理的な拍動というのが、まあ、シミュレーションして、不整脈の予測とかに使われるように、まあ、だんだんなりつつあります。その中で例えば我々は、
例えばですね、SCN5A とかいくつかの特殊なですね、遺伝的なバックグラウンドを持った患者さんを、まあ、想定して、例えばこのブルガダ症候群であるとかですね、まあ、そういう人の体質に基づいた体質に合わせたようなモデルを作って、薬剤誘導性の不整脈の、まあ、予測を計算式上で行って臨床上の、サポートを得るということを、まあ、考えています。さらにこれをまとめるためのプラットフォームとして、ガルダプラットフォームというものもですね、これはいくつかの、研究機関、世界中の研究機関を合わせたイニシアティブとしてスタートしまして、まあ、これは順調に立ち上がっています。これは日本だけではなくって海外でも大きなプロジェクトで使われ始めています。先ほど結核のお話をしましたが、インド政府は欧米の製薬会社が結核に興味を持ってくれないということで、自分の国だけで薬を作ろうというふうなことを考えまして、オープンソースドラッグディスカバリーというプロジェクトをスタートしまして、このガルーダまたはソフトウェアのノウハウを使いましてインドとですね、共同研究をしています。どのようにシミュレーションモデルを作るかということをまあ、インドとやり取りをしまして、実際にこの結核の最新の研究成果をまとめたデータベースをまあ作ることにまあ成功してきました。でこれはただ単にソフトウェアだけではなくって、どのように参加している人をモチベートしていって、どのようなまあソシャルエンジニアリングですね、そのどういうふうなプロジェクトマネジメント、それとモチベーションのコントロールをするかということがまあ非常にまあ重要にまあなってきます。でこれそういうのも含めたエコロジーを、まあ、ソフトウェアと、マネジメントを含めたエコロジーを作ったという、まあ、ことですね。でこれで、まあ、これ去年ネイチャーケミカルバイオロジーにそのペーパーを書いたんですが、まあ、こういうことも入れた大きなその枠組みでのプロジェクトに、まあ、なっています。まあ結局こういうことをやろうとしていくと、まあ、理論であるとか、計算機の問題、データの分析の問題、いろんなテクノロジーのプラットフォーム、まあ、これをうまく組み合わせて、しかも、ゴールドリブンなちゃんとしたプロジェクトマネジメントを行っていく必要が、まあ、あるだろうというふうに考えています。で最終的にやりたいことというのは、まあ、都会で住んでいて、まあ、それなりに、恵まれた環境にあって、いろいろな個別化の医療ができるような人々と、そうではない人々、両方のそのメディカルニーズにですね、応えられるような、まあ、非常にユニバーサルなテクノロジーとアプローチを作っていくと。でそれが、まあ、私のやりたいことですし、まあ、私と一緒に研究している人であるとか、CSL のチームが、まあ、最終的に目指している新しい技術、サイエンスの在り方です。